どうもこんにちは、兵庫県立フラワーセンターの土井です。今回はね、前回に引き続いて、食虫植物の紹介をしていくんですけども、今回はね、皆さんのお家でも温度をかけなくても育てることができる綺麗な食虫植物を紹介したいと思いますね。私の後ろにいてるこのカラフルな色合い、まるで花のような感じに見えるでしょう。これはね、実はサラセニアというんです。で、サラセニアはね、独特の、葉っぱすべてが筒になるわけです。そしてこの鮮やかな色とか蜜とか匂いで虫を誘って、その筒の中に虫を落とし込んで捕らえている食虫植物の代表選手でもあるわけですね。もともとね、このサラセニアっていうのは北アメリカの原産ですのでね、ウツボカズラとは違って温度をかけなくても日本で育てることができるわけです。もう夏の暑さもへっちゃらで、で冬の寒さもへっちゃらで、冬ここはね寒いとこですから氷点下5度にも6度にもなるんですけど、もう冬は葉っぱの半分ほど枯らして休眠してくれますしね。でもうちょうどおおむね5月ぐらいから一度花を咲かせた後、このような冬の初めまで鮮やかな筒を出しっぱなしで生育してくれるのでね、非常に食虫植物の世界の中でも一番鮮やかかもしれないですね。黄色系であったりピンク系であったり白系が多いわけですけど、おそらく虫の目から見るとこの網目模様のような姿とか全体遠くから見たのが花に見えるんだと思うんですよね。で近づくとやはり甘い蜜も出してますし匂いもしますので次々と捕獲されちゃうわけですよね。でウツボカズラの場合はね、つるりんぽっ飛んで落とすんですけど、サラセニアの場合ももちろん落とすんですけど、サラセニアのすごいところはね、筒にすべてね内側に細かい毛が生えとんです。これちょっとねよーく見ていただくとね、お客さんもし来られたら見ていただいたら分かるんですけど、微細な毛がいっぱい蓋の裏側に見えませんか。しかも下向きなんですよ。下向きということは昆虫たちの足が引っかからない、ポトッと落ちてしまったら最後下行くほど筒が細くなってますので動きが取れなくなってごちそうさんっていう風になっちゃうわけですよね。例えばこれはこれなりにこの背の低い子、これが本来の大きさなんですよ。これミノールっていうね、進化型だって私言うんですけど、必ずフードのように口の元を蓋が覆ってて雨水は絶対入らない、それと強風にも強いという、こういったものもありますしね。この黄色いこの代表的なこのアラータっていう、色はこんな単純な色ですけど背が高めで筒をたくさん出す種類とか、このようにラッパのような、これも野生種なんですけど、こういったのも野生種、いろいろサイズがあってね、その中間型もおりますし、こういうね、こういった種類はね、これいかついですけど、これが私が作出した交配種ではあるんですけどね、はい、これ非常にその世界だと有名な品種になっちゃってますけど、コンパクトで赤くてまるでプラスチックのおもちゃみたいに見えるでしょうね。カテスベイドイって言うんですけどねまさにちょっと掛け合わせて、昔物がなかった時代にね、少しだけあった個体をね受粉させて種から巻いていったり、ひしぶしぶしぶと株分けをしていったりして増やしていったんですけどね。これですか。これね花なんです。で実はねこの間から5月頃に花びらが出てたんですよ。これよく見るとこう下向きについてて、この間から花びらが出とったわけですよね。でね、実はこれ構造を見るとこうまるで傘がひっくり返ったみたいな構造なの。これということは物理的にここに花粉がたまるじゃないですか。この花粉出てたんで、よく見ると蜂が入ってきてね、体を粉まみれにして出ていくんですよ。その時に実はめしべがこの裏の突起、これこのちっちゃい点、これがね5つあるんです。各部分に出ていく時に受粉させるというこのサラセニアの作戦ですよ。でしかもねこのお花が咲いてる最盛期の時にはあんまりこの筒出してないんです。受粉しに来ていただいた虫さんを食べてしまっては役に立たんと、多分です、受粉だけは刺してその後に食べさせてねという生き方なのかなと私は思うんですけど、販売されている食虫植物でもまあいろいろあるんですけど、ウツボカズラだけは温度が冬にいります。ところがサラセニアとかとハエトリソウねとか、あとモウセンゴケなんかはね、年中外で管理することが可能なので、そういった子たちを、一緒に集めてね、寄せ植えにしてみたり、あるいは単品で作ったりというのもまたポイント
的な話もね、していきたいなとは思いますけどね。